さあどうもこんにちは、ダイダラでーす。なんかヌー大陸行ったらなんか稲穂が急に騒ぎ出しました。うほー、ヌー大陸じゃーん。元気でーす。さあ稲穂連れてきたことなかったんだっけ。そういやテンション上がりすぎだにー。うさぴょん、トレジャーハントだよー。まあ暑いわな。うん稲穂好きそうだわな、確かに。ダイダラさん、マックン、早く探検行きましょう。マックはもうクリア後言葉を失ってしまったからな。さて、ちょっとパーティーとか変更しましょうか。どうしよう。あ、これだな。はい、じゃあちょっと入れ替えたいと思います。エンマ大王とか手に入ったから、エンマ入れたらいいんじゃねえかなと思ってんだけど、どうでしょうかね。どうしようかな。いや、入れ替えましょう。さて、ジバニアン・リュービー、結構やっぱ強いんですよね、やっぱ。アタッカーとして。ウルトラエース級なんですが、やはりそう、ヌラリヒョン、そしてねえ、ここエンマ大王でしょう。ちょっとエンマ大王セットして、でなんだろう、アタッカー百鬼姫をそうヌラリヒョンに変える。これでどう、みんな。カンフーマッハ、コアラニャンね、コアラニャンがでもいらないかな、どっちかっていうと。でも映画パーティーで行きたいな。映画パーティーって言ったあと誰、みんな。ねえ、アルティメットロボニャン。でもおめえはアタッカーなんだよね、ほんと。アタッカー3構成ってどうなの、みんな。ありでしょう。ありでしょう。見てください、皆さん。このエンマ大王、アルティメットロボニャン、ヌラリヒョン、コアラニャン、このメンツでいきたいと思います。大丈夫これ、大丈夫。いや、アタッカー3構成ってどうなんだろうね。まあまあまあいいでしょう、おそらく。エンマ大王使ってんじゃん、俺激アツ。さあ、おっす、何する。トリチャーズ出動。あーよいよいよい、僕ちゃん無知するなよ。さあ、ワルノリンですね。前回ぐらい出てきたやつね。前の動画見てください。誰お前、ヌー大陸のパイセンとしていいことしてやんよ。ヌー大陸につながるあの地下迷宮でコロコロ出口が変わっちゃうんだわ。つまり入るたびに違う場所に出るってこと、わかるかな。このボクちゃんが説明してやんよ、地下室ダンジョンの秘密を。地下ダンジョンが実はヌー大陸とつながっていたとは知ってるな。しかもあのダンジョンって入るたび出口が変わる。今まで行けなかったエリアに行けるんだぜ。各エリアにはゲートがある、それを見つけた方がいい。ゲートを開けばいつでもそのエリアに行けるからな。新たなエリアでは新たな遺跡が発見できることがあるらしい。怪しい建物を見つけたらすぐ調べてみるといいぞっていう。あららららら。じゃあいろんな大陸のいろんな場所に行けるわけだな。そういうことだよ。帰るわ。出番見に聞いて。バイバイ。なんというかマイペースな感じでしたね。ワルノリン。もっとワルノリンしてくるやつかと思ったら普通のやつやったな。さてさてさて。どうしましょう。ね。行くか、とりあえず。まあ、新しいとこ選んでもいいって言われたんですけど、怪しい地下室？これってもうやっつけたよね。ニューって流れてるけど、でもこれ。ねえ。ニュー、八つ咲きやっつけたよね、これって。なんでニューついてんの、下画面。いや、とりあえず今日は前方エイフンのね、丸に行きたいと思います。前回ね、ガラクタリアンでつけたので、今回はここ。ね、ドキドキドキ。ドキドキしすぎちゃうか、お前。ね、こいつをビッグボスかな、たらしい。をやっつけたいと思います。行きましょうか。俺がね、今欲しいのは前方エイフンで、ね、もっと先へ進んだとこにある、禁断の果実。ね、どんな妖怪でも一発で仲間にできるっていう、ウルトラレアアイテムがあるらしいので、それをね、うまいことゲットできるように頑張っていきたいと思います。まあ、そのためちょっと、ね、このバスターズトレジャーを、ちょろちょろちょろと続けていこうかと思ってるんでね、ぜひともよろしく。これ、エンマ大王乗ってんだぞ、お前。ねえ、ヌラリヒョン乗ってんだぞ、もう妖怪、妖魔界の偉い人ばっか乗ってんのに、お前、なんつう運転してんだ、お前。よし。行くぜ、みんな。このメンツやばくない？激アツじゃん。さあ、探索、スタート。行くぜ、みんな。さあ、とりあえず、エンマ大王何するんだ？ため。
これ何これ攻撃で、攻撃アップ。ちょ、エンマ大王の動きがちょっとよくわかんない。ちょっと待ってね。見れない今この画面じゃ見ることができませんでした。ちくしょう。さて、とりあえず行ってみる。なんかすげえオーラ出てるけど、アルティメットロボンやん。おいし、とりあえずこれ攻撃力アップかな、多分。で、バツボタンは。で、殴りまくるって感じでしょうか。それなんだでしょうか、宝箱。集めてみましょう。あ、スペシャルコインのかけらだって。スペシャルコインは多分今後も使えるいいアイテムでしょう。よし、切りまくろう。いや、攻撃力高いわ、ほんま。エンマ大王。敵溶けるもんね、ほんとに。さ、宝箱なんでこれ。アイテムだ。あ、ちょ、待って、持ち物いっぱいなんだ、今俺。預けてきたらよかったな。まあまあいいでしょう、そこは。よし。なんだろうな、攻撃。そう、運が勢いも出てきた。結構ね、やっぱ妖怪ウチバスターズってね、わちゃわちゃしてるんだよね、ほんと。よし。ちょ、待って、開けさせて。お、豪気な腕輪ゲットでーす。よし。それじゃあマップ見ながら、ね、いろいろ探していきましょう。あ、これ装備落ちてる。装備は拾っときたいよね。ちょっとなんか使おう。これ捨てよう。ね、痺れさせるアイテム。さあ、見習いの刀ゲットしたので、これを、ね、コアラニアに装備させておきました。早くね、もっと攻撃力、100度が上がるぐらいのね。うお、地球忘れちゃった。おお、最悪だ。いや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 、罠踏みすぎこの辺罠多いんだよ、ほんと。で、罠をね、解除できる妖怪もいたり、おお。あ、待って、Y ボタンはね、チャージアタック。これ出会い頭にこれ食らうと多分超強いよ。いくよ。一回なんか、鎧さん。ほら !122! 結構入るっしょ。めっちゃ敵妖怪いるんだけど。ちょ、エンマ大王やられちゃう、これ。回復して。ちょ、アタッカー多すぎ。回復、間に合ってないよ、回復。やば、とりあえず宝箱をゲットです。苦い漢方。よし。ウィスパーは、お金大好きだな。お、宝箱また落ちてるじゃん。上トロッコみたいにあるんで、あれなんだろう。牛すき焼きをゲットした。牛すき焼きって結構売れるんじゃなかったっけ？高いんじゃなかったっけ？いくらだろう。さあ、ここにも宝箱がありますね。めっちゃあるじゃん。ほら、とりあえずこいつやっつけよう。アタッカー多いから殲滅力は高いよね、やっぱ。鉄壁のお守りゲット。コアラには回復力低いよ。古びたコインゲット。よし。古びたコインはあんまいらないんだよね。ねえ、あ、ここかな、もしかして。うわ、うわ、あ、もういって、うん、トラップやめろって。あ、やっとあったよ。回復して。あ、なんか敵いたんだ、だらけ塔が。すげえ逃げ回ってきたから敵いっぱい連れてきたね。だらけ塔が友達チャンスだな、だろう。俺っち友達っちー。いっち、失敗した。はい、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 よっしゃ。さあ、妖怪メタルゲット、だらけ塔。でも、だらけ塔俺持ってた気もする。ね。はい、じゃあ、次の回行きましょうか。ちょ、時間制限見てくれる？右上。相当きついんだけど。ちょっと無視していかないとまず、あ、よかったよかった。ワンフロアか、その時間って。じゃあまた、どんどん探していきましょうか。すげえ、金貨落ちる。これね、売れるから、売れるっていうか、最後、半金してくれるからね。なるべく集めとくわ。頑張ってさ、おー、めっちゃ落ちない、これ。ちょっと待って、もうなんか。俺誘導されてるんちゃうかってぐらい、ああ、誘導されてたわ。金貨の通りに辿っていけば階段あったんだけど、え、そういうことなの？もしかして金貨って。ウィスー。さあ、鎧さんやっつけよう。あれ、カブトさんじゃなくて鎧さんの方で出てみたんだ。だらけ塔もいる。出てきおるやん、ここ。えい。全部やっつけた。地形忘れてしまった、もう。罠やめてくれよ。あ、出てまた牛すき焼き。牛すき焼きはうまいからな、みんな。これなんだろう。
アイテムだな。アイテムまだいいか。うわー、トラップ。で、以上がみんな。さあ、金貨拾った。ここ、やばい、金貨。1、2、3、4、5枚 ?6 枚落ちてた。すげえ密集してる。あ、出た出た、この今。ちょっと見づらいけど、地図があるんだけど、あれはね、すげえいいよ。どうしようかな。ワナミエール使っとくか。で、よし、マップ全体表ウージーも使っとこう。オッケー、じゃあ、それ通りにちょっと今から、階段求めていきましょうか。宝箱がちょっとあるので、宝箱だけ回収してから行こうと思います。ここに宝箱2つ。ちょ、いっぱいできおる、いっぱいできおる。ほら！オッケー、さあ、宝箱開けていきましょう。お！術の秘伝書。いいね。で、見づらいけど、ここに1個ある。めっちゃ見づらいやん、そこ。どこにあんの？今、ウィークリアムが出たよな、今、一瞬。あ、見える見える。これ。あ、容器の粒。地味に嬉しいね、これは。容粒。さて、もう一個ここにあります。これなんだ？幻影の指輪。いいアイテムですね。オッケー。じゃあ、次階段目指していきたいと思います。走れ。こういう時にスタミナムとか使えばいいのかな？よし。しばらく走ってもスタミナが減らなくなったので、これ行きましょう。このまま、はいや、意外と長い間スタミナ減らない。フロアまたいでもスタミナ減らない効果って継続するのかな。え、継続するんだったら結構良くない？あ、継続してる。これすげえ。じゃあちょっとガンガン走り回って、あれだ、階段探そうぜ今回も。あ、これ待てよ。お金についていけばいいパターンじゃねえ、これ。お金についていけば、ゴールある。やれ、お金なくなったんだけど。あ、またお金あった。あ、道、ああ、ちょっと待って、みんな。スタミナムの方が切れた。意外と切れるとき切れるんだね。さ、敵ちょっと割とまた無視させていただいてますので。ね。そこは許して、ぴょん。お、ちょっとだらけと宝物くれ。だらけとクソ弱いな。よし。ヌーのお宝、ヌーパーツをね、まだ今回、一回もゲットしてないんですよ、ヌーパーツ。ヌーパーツっていうのはね、超レアなアイテムで、持ってるだけで、嬉しくなるアイテム。その説明が、下手くそ感。嬉しくなるよな、みんな持ってたら。いや、それそうでしょ。嬉しいでしょ、みんな。さて、この次のフロアが、もう、ゴールかなと思います。ロボニャン気絶したんだけど、大丈夫かな？え、助けに行った方がいい？これって。戻らない方がいいのかな？ロボニャンこれいなくなるの？もしかして。真っ暗であります。最悪や。ロボニャンが昇天してしまった？え、昇天したらどうなんの？これって。昇天寺行くの？昇天寺行くのはちょっとよくわかんないけど。あ、出た出た、ヌーパンツ。うわ、これニコニコしちゃった俺今。うれぴー。よし、まあロボにはいてもいなくてもね、いいでしょう。ひどいこと言うな俺。さあ、お宝真面目に生きる。お、エビ天だ。しかも大エビ天だからね、今のゲットしたの。でっかいエビだからね、ほんと超うまいよ。なんもねえな。さて、階段が相変わらず見つからない症候群なんですけど、いつ見つかるんでしょうか、これは。よし。ちなみに皆さんはバスターズどのキャラクター使ってます？あれ、ワープゾーン？うわ、めっちゃだるいとこ飛ばされたやん。全然だるないけど。いや、他のとこチェックしよう。でも、ワープあるところってさ、階段あるから、やっぱさっきのところに階段あるのかもしれないな。おっと、ちょっとさっきのところに戻りましょうか、じゃあ。ワープが。ここの先。ここ階段じゃね、もしかして。ほら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 。階段の先に強敵がいるわ、気をつけてって言われたけど。待って待って。さあ、やっぱ、焦点してる。さあ、ドキドキドキと戦いましょうか。とりあえず、攻撃力アップして、チャージ、アタック。
280、やばくない力。チャージして、いや、チャージアタックは届かなかった。君もくれ。これ勝てそうですね。普通にエンマ強すぎ。ほら、あ、身代わり人形を使って復活したってやられたんか今俺。ヌラリヒョンが気絶した。ヌラリ行くな、ヌラリ。よし、ちょっとこれ持ち物の、よし、回復しよう。で、自分の防御力上げるアイテムとか、罠張ろう。敵をしびれさせる罠。来い。来ない。来てくれ。必殺だ、撃ちたい。もういいや、撃て。必殺エンマブレード超強え。身代わり人形が神。さあ、開けましょう。ヌーパーツ出てきた。やったー。え、2個ゲットしたんじゃね、ヌーパーツ。激アツかよ。いや、なんだかんだ言って。来てますね、これ。ヌーパーツって手に入れたらなんかに変わるんだよね、多分。ね。なんかいいアイテムに。はーい、ということで見事攻略完了です。ちょっと使ってみた感じ、やっぱね、ヒーラーは2人いるな。うん。ヌーパーツ2個です。あ、妖怪メダルなの？お宝もどき。ね。変なレンジャーですね。罠見えの陣、宝探しの陣。スキルヌー。宝箱からヌーパーツが出やすくなるって、これ強すぎやろ、お前。さあ、次です。火炎土器ですね。ドキドキの、あれですかね。へぇ。で、集めたアイテムはこんな感じでした。ぼちぼち集まりましたね。はーい。いや、よかった。さて、初めてのこれ、ヌー大陸専用の妖怪とか、そんな感じなのかな？専用ってわけじゃないだろうけど。ねえ。さて、集まったヌー金が50枚を50ドル。はい、ということで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。妖怪ウォッチバスターズじゃなくて、妖怪ウォッチバスターズトレジャーモードでした。ね。もうちょっとね、進めていきたいと思いますので、次回もね、トレジャーやっていきましょう。おつぽよ。なんか進め方とかアドバイスあったら、ぜひともね、コメントの方でよろしくお願いします。バイバイ。